い、どうもこんにちは。ホステルと申します。今回は、任天堂スイッチバージョンのシャドウゴリド、カゲロウですね。の聖域修羅、やっていきましょうか。達成の証はこんな感じ。では、やっていきます。多分、演奏よりも聖域の方が、個人的にはもしかしたらいけるかもっていう感じがするんだよね。なので、聖域からやっていく。今日ね、少し涼しくて、今、室温が34度なんだわ。外も結構雨降ってて、なかなか快適な一日になってる。だけどね、さっきまでね、プレステ2のゲーム収録してたんだけど、雷がすごくて、頻繁に電気が落ちてんのね。一瞬で復旧するんだけど、その度にプレステ2が落ちて、動画撮れなかったんだよね。だから、内部のバッテリーでも稼働できるスイッチと、まあ、パソコンも内部のバッテリーで稼働できるんでね、ノートパソコンだから。なので、今日もカゲロウやっていく。ではよろしくお願いしますね。まさかの事態だったわ。室温以外の状況に、この収録を左右されるとは思わなかった。はい、では、おっと、まずは後ろから。ジャイロ対応してほしいよね、本当にこれ。視点移動。もうそろそろ、任天堂スイッチ版の Apex Legends が、デビューするらしいんだけど、それも、ジャイロ対応になるらしいから、すげえ楽しみ。やっぱりパソコン操作、慣れてない。っていうのと、やっぱり PS4 版だったらパッドだからエイムがね、っていうのもあって、スイッチ版のデビューが今本当に楽しみ。これはがっつりやっていくっていう感じかな。今多分派遣だしね、Apex は。忍び寄る徘徊者が追加されてるらしいので、聖域の修羅は。俺これ難易度修羅でやったよな、そもそも。なので、ろうそくが点滅し始めたらやばいね、その時点で。千里眼もね、なかなか接近が気づきにくくて、どっちが近づいてきてんのかもしかしたら判断しづらいかもしんね。あ、こっち行っちゃうと、中央エリア行っちゃうかな。中央エリアにしか行けない、ところに行っちゃうかもしれない。片戸座、あ、ここちょっと見たことあるな。ネバーどこにあるんだっけ。ここ勾玉欲しいぞ、このエリア。ここジジイいんのかな。ジジイがいないんだったら本当に楽にいけるんじゃない。結構継承の徘徊者と千里眼の徘徊者が両方いるようなシチュエーションが一番苦手なんだよね俺。確か片と差を開けるための、いや、どうしよう。もう迷っちゃった。片戸側を開けるためのね、鍵付き扉があったはず、ここ。いや、迷う前にちょっと一回スタートに戻った方がいいかもしんねえな。方向わかんなくなっちゃった。多分こっちがゴールの方向だったと思うんだけど、こっちの方に行ったら鍵付きの扉があって、そもそも中央エリアだからね、とっとと別のところに行きてえところ。ここ鍵じゃなかったか？開けていく。あ、コンパスいいですね。あ、しかも水晶も。なかなか流れよしでは。このレバー片戸座じゃなかったような気がするんだけど、どうだっけ。あ、ここが片戸座のレバーで、さらに次のレバーを操作したら勾玉の部屋に行けるんだっけ、ここって。で、ここ開けて、ここもさらにレバーじゃなかったっけ。全然違えわ。多分普通にマガタマあるわ、ここ。おっと、まずい。難易度修羅ですからね。敵の攻撃は食らえん。なるべくね。おっと、早速走り回っているやつがいる。だがここまでは来ないでしょう。滞りなくマガタマ一つゲット。外周エリアから攻めていきたい。いや、どこにいるだろう。いや、他になんかいるわ。ちょっと待って。
外の雨音がうるさくて聞こえにくい。歌じゃないよな、これ。歌じゃねえな。忍び寄る徘徊者だ。多分。離れるの待つ。大丈夫か、これ。だから離れていく気配がないんだけど。あ、離れてた。よかった。千里眼の徘徊者だったら離れていかないからね。まあ、回り道してこっちに近づいてきてるって可能性もあるけど。オッケー。やっぱりね、飛び出すことができないんだよね。ろうそくが点滅してたら。俺の場合。半時計回りに行きたい。うん、一瞬走り回る徘徊者の気配がしたが、水が来ている。次の、あ、こっちだね。はい。うん。外周エリアを北走っていく。千里眼に会いたくね。千里眼に会っちゃうとクリアがもうできる。これはまずい。なんかいたわ。忍び寄る徘徊者か。反対側行くか。今足音聞かれてるよね、絶対。え、こっちなんだ。最初のエリアか。あ、これスタート地点じゃねえか。ちょっと待って。近づいてきてるかな。近づいてきてるようだったら爆竹投げて、ここに寄せてる間に逃げちゃうっていうのはありだけど。来てるね。ちょっと待って。あ、いるわ。そうだな。こっちに投げよう。スタート地点に。どっちから近づいてきてるだろう。こっちから行って大丈夫かな。多分大丈夫だと思うけど、ここの徘徊者が近づいてたらまずいよね。電気消していく。よし、行け。よし、なんとか来れた。あいつを巻いてる間に。おっ、超崩落。びっくりした。崩落地点の音だけが妙に大きいからすげえびっくりする。徘徊者に発見された時の SE 並みにびっくりするわ。だけどね、これで裏を返せば来れなくなったよね。いや、ちょっと待って。崩落したことによってこっち来ないでしょ、多分。ここは多分デッドスペースになってるはず。徘徊者の数多いよね。すげえ多い。忍び寄る徘徊者が一体追加されただけなのかな、これって。他にも追加されてるような気がするんだけど。そもそも、走り回るっていたっけ？ここってもともと。まずいね。いや？やばい。どの辺にいるだろう？ 2 階かな？これは。バシバシ扉破っていく。上だね。角部屋の方に向かっていく。やばい！大丈夫だったわ。奥の方へ行くな。サクッと回り込んで降りてきたよね。俺はこっちの方に行きたいから、角部屋。だけどタンスがあるでしょ。あ、しまった！そうだった。待て。くらえ、あー、スタミナがない。きちい。カタトさの扉は一体何なんだろう。強制ワープじゃねえよな。わけど、面中に気を取られていたら、走ってダメージとか少なくしようとしてたら、その隙に他の徘徊者の接近を許しちゃうってことはあるから、慎重に慎重を重ねていかないといけないよね、走るときも。ここはまだ、あいつがいないから、徘徊型の鳴き女。比較的走りやすいマップではあるんだけどね。つうか、俺がスイッチの電源を入れた途端に停電しなくなるのは一体何なの？全く停電しなくなったんだけど。鍵二ついるのか、ここ。このエリア俺あんまり見たことないな。なんだ？歌？
歌じゃねえわ、ちょっと待って。歌じゃねえんだったら隠れるわ。白ビル配会社が近づいてきてる。どの辺にいるだろう。離れてくわ。離れてくよな。おし、大丈夫だ。どっちの方向だろう。これ降りたら巡り合いそう。鍵付きの扉2つあるけど、行きたいね、これ。慎重に行こう。歩きながらね。慎重に行こうとすると喋れなくなる実況者失格の烙印か。こっち側に行けば角部屋行けるでしょ。鍵付きの扉は惜しいが、開けてる余裕もない。鍵がちょっと渋いかも。こう、なんかね、棚が道を塞いでて、入り組んだ形状になってるマップだね、ここは。いちいち回り込んでいかないと次に行けないような。これも角部屋に入ってんのかな？わからん。このマップはなんだ？ここから先は角部屋臭いけど。あ、いやいや、ここ鍵使うだけで開けられる。開けられるっていうか、まかたま取れる。ところだ。ラッキーラッキー。鍵ねえけど。格子の向こうに爆竹投げ入れて、徘徊者に開けてもらっていくか。どっちか行ってる。開けてくれるかな、これ。さすが投げちゃったけど、ちょっと待ってみよう。バチ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 と。多分開けてくれると思うけど、爆竹鳴り合う前に来てくれれば。開けてくれねえわ。バシッと落としなかったよね。いやー、これむやみにむやみやたれに敵を近づけただけか。やっぱり、この俺の腕 だったら、いや、このところにレバーが、水レバーかな、これ。来てる。歌か？ここから見えるよね、敵が。あそこの襖のところから。開けてくれてる！っしゃ！いいですね。だけど本当にあの鍵付きの格子を開けてくれたのかどうかっていうのが不安が残るわ。多分ここ角部屋の角の角だから、千里眼の徘徊者以外はほぼほぼ来ないと思うんだけど、それがやっぱり角部屋の強みだよね。いける？心音は鳴りやまない。近くにはいる。ろうそくも点滅してるし、ろうそくじゃなんだっけ、ライターだ。チラッチラッ。こっち行けんのかな、落とした。あー、いるわ。離れていくね、いいですね。少し待ってから移動開始しよう。まだライター消し、戻ってくるかもしれないからね。しっかりと点滅が止むまで。ただ俺の行きたい方向に行っちゃった。あぶね。多分開けてくれてると思うから取りに行きましょう。あんまり走ってまた近づかれると厄介だから歩いていく。ペースが遅くて申し訳ない。すまない。こっちだったよね。あ、ちげえわ。爆竹鳴りやんでも最終的に来てくれんのかな、徘徊者あそこまで。ちゃんと開けてくれてる。ゲット、二つ目。像を振りばくかけててほしいよね。マガタバ、4個目でも5個目でもいいから。千里眼の徘徊者がいるマップだったら出てほしいわ、俺。そう。あー、繋がってないんだね。階段経由で向こう側に行くしかないのか。ということは今のところは、
忍び寄る徘徊者が戻ってきてない限りは、このエリアは比較的安全だと思うんだが。入り組んでるから。北側から徘徊者がこっちに来ようとしても、多分2回経由して来ないと来れないでしょ、ここに行って。こっち側になんかあんのかな？あ、なんもねえわ。何回も巡り合ってるマップのはずなのに、全然覚えてないっていうね。セピガンの徘徊者がいるところでは、過去はあまり意味をなさないからね。まあけどさっき忍び寄る徘徊者に追い詰められて隠れたけど。ああ、ここそろそろ面中動きそうだな。しゃがんでいくか。もう何回か羽音聞いてるから。そろそろ動きそう。しゃがみ移動速度強化これ、快適だよね。これはすげえ効果が実感できるレベルで違うわ。最初試したけど。路地裏で。では行きやしよう。忍び寄る徘徊者の後を追うようにして北へ。結構順調では？おっ、あ、やべ！しまったー、しゃがむの遅れた。走れない。いやー、走ってるけど。未知のエリアに行くときにあんまり走りながら行って急にバッタリしちゃう可能性があるからね。ここはダメージを甘んじて受けよう。結構食らっちゃったけど。いやー、体力なくなってきたね。回復したいところではある。ゴールの方向はまだ見失ってない。ここってなんだっけ、強制鏡だっけ。マガタマ取るところ忘れた。トカゲの尻尾とか回復ですね。ありがて。長靴装備しようみたい。竜中は無効化しないと。すげえ竜中の数やっぱり多いわ、難易度しら。入り組んでますね。こっち来た方向だよね。こういうところとかで徘徊者に追い詰められると嫌だな。待った、難易度しらやばいね、面中の数が。危険危険。爆竹と、爆竹たくさんある。大回復もある。いいですね。ここの面々に攻撃を食らいたくない。しゃがんでく。カメラが1枚が、カメラ1枚と水晶1個、これが生命線。千里眼の徘徊者と出会ったら積極的に使っていかないと。千里眼と会うと俺の場合クリア率が著しく低下しちゃうから、とりあえずは外周部屋の角に沿って移動しましょう。あー、強制鏡だなこれ。どうしよう、マガタマキスーボだから使わされる。ここはスルーしよう。次の部屋に行ってスムーズにマガタマが手に入るようならまたここに戻ってくるっていう手もありだよね。偶数個のマガタマの場合は上がらないから水位が。コンパスか、あ、違う、カメラだ。ありがたい。これはいい。よし、そしたら、一回終了します。ちょっとゆっくりで申し訳ないけど。はい、ではご視聴ありがとうございました。では、さようなら。